そうですね。何よりも今、デジタル化っていうことで、昔みたいにこうセル画に、絵があるっていうものではなくて、まあ、コンピューターの中で作業されているっていうことが、まあ、多分今一番大きな違いなんじゃないかなというふうに思います。そうですね。多分こう今まで、いわゆるそのフィルムを使っての撮影っていう部分ではこうできえなかった技術的な部分っていうものがコンピューターを介することによって、できるようになった。そういうこともあって非常にその表現をするっていうその幅がですね、すごく広まったんではないかなというふうには思いますね。そうですね。極端に言うと一人でもコンピューターを使って作品を作れるということ、まあ昔もそのセルのアニメーションにしても自分一人で描いて、で自分一人で色を塗って、で自分一人で背景も描いて、そしてご自身でね、声を入れてっていう、まあそういう作品もあったとは思うんですけども、逆にコンピューターを使うことによって、非常にその簡単にと言ったら怒られちゃうかもしれませんけども、自分のこうやりたいっていう世界が割とこう自由に表現できるようになった。だから一般のそのやりたいと思っている人たちに関して言うと、なんだろうな、ただの興味ではなくて、一歩すぐ踏み込んででもできる。やっぱり昔撮影するとかってきっと大変だったと思うんですけども、今はコンピューターを使って、その撮影とはちょっと違う形態にはなってると思いますよね。スキャニングして取り込んでっていうことで、その撮影の代わりができたりするので、やりたい人にとってみれば今非常にやりやすい、そういう状態に、状況みたいのかな、なってるんじゃないかなとは思います。そうですね。その個人が作ったものが、そのすぐにね、そのユーザーというか、まあ、ファンの人に届いてっていう、そこにその商売として成り立つかってことに関して言うと、なかなかそこまではどうなのかなっていうところはやっぱりありますよね。市場として、そういうものが求められてるかっていうところとイコールするか、その作ってる作品がイコールとなるかどうかっていうのがやっぱり難しいところだと思うので、その商売っていう部分に関してはまだまだこう開拓する余地はあるにしても、今すぐにそれが成り立つかどうかっていうことは難しいんじゃないかなとは、そういうふうには感じてます。ですね 難しいな。どうやって話したらいいんだろうな。どうしようかな。まあ、もともと学生の頃から、こういう世界に興味があったっていうのが、まあ一つなんですけども、まあ、アニメーションも好きでしたし、それからいわゆる特撮の番組も好きでしたし、まあそこら辺のその普通の子供たちとは基本的に変わってなかったと思うんですけども、まだ僕の子供の頃って、ラジオドラマっていうのが、その、ラジオ局でね、いっぱい放送されてたんですね。で、将来は僕、ラジオドラマのディレクターになりたいなってずっと思ってました。音だけで、そのイマジネーションが広がっていく世界を作るっていうことに、すっごく興味があったんですね。で、子供の頃はそういう興味でした。で、その後は、学生時代を経て、まあ、友達とアニメーション研究会を作ったりとか、それから、学園祭の時にね、8ミリで映画を作ったりとかしながら、自分の趣味の一つとしてそのことをやってたんですけれども、まあ、たまたまそのあるきっかけがあって、あるイベントの制作をお手伝いすることになりまして、そのイベントの制作をお手伝いしたことがきっかけで、現在、今、僕が所属している会社のというか、その社長と知り合いまして、それが今に至るという、そういうことですかね。細かいことはいっぱいあるんですけど、ちょっとあんまり話していくと分かんないことも多いんじゃないかと思うので。ですね。きっかけはそこですね。で、どうなんでしょう。難しいですね いろんなタイプの方もいらっしゃいますので、これもちょっと一概には言えないと思うんですけれども、やはりそのプロデューサーとして資金を集め、そして宣伝も含めて、トータル的に本当に全て、なんだろうな、頭から足元まで
全てプロデュースするタイプの人は、きっともっともっともっといろんな、その同じ業界だけではなくて、もっと違う業界の人との多分接点もあるでしょうし、それからいろんなやっぱり知識も持ってらっしゃると思いますし、から何だろう、自分のひらめきみたいなものをどこまで信じられるかっていうのが、きっとプロデューサーの中ですごく必要な部分なんじゃないかなと思いますね。きっとやりながら悩んだり、こう止まっちゃったりする部分があるとは思うんですけれども、そこをどうやって打破していくかっていうのが、その人の大きさかなと思いますね。そうですね、いろんなタイプのプロデューサーの方がいるので、一概には言えない部分もあると思うんですけれども、やはりいろんなことに興味を持っていることっていうのがね、やっぱりすごく大切なんじゃないかというふうに思います。自分のやってることだけしか知らないっていうんではなくて、自分の周りで起こってること全てにいい意味で興味を持っていること。例えばそれは、そうだな、例えば一緒に仕事をしている人の人生なのかもしれないし、それから、例えばアニメーションのキャラクターのバックボーンにはどんなふうなものがあるんだろうかっていうことに対してもそうなのかもしれませんし、なんだろうな、人や物に対しての興味、それをいっぱいいっぱい持ってることだというふうに思います。それが多ければ多いほど、多分いろんな知識が自分にあるわけじゃないですか。その時のその作品にはその知識って必要じゃないかもしれませんけども、次に何かやるときに、あの時に学んだこのことがこの作品に使えるぞって思える部分もあるかもしれないので、いろんなことに興味を持ってること、それがすごくアニメーションをやるプロデューサーにとって大切なことなんじゃないかなというふうに思います。ですね、そっか、それも難しいですね。今回の、サラリーマン金太郎ということでお話をさせていただくと、すごく最初から原作が、連載された時から、すごく面白いなというふうに思ったんですね。この作品、素敵だなと思ったんですね。僕も自分もサラリーマンですし、別にそんなにこう、会社にこう、おもねてる人生ではないとは思ったんですけども、その金太郎のこの自由奔放さって言ったらいいのかな、サラリーマンらしからぬ言動であったり行動であったりっていうのが、同じサラリーマンとしてね、すごく魅力的で、そしてこんな風な人になれたらいいなってすごく思いましたね。だから何かすごく作品に興味を持ったっていうのがきっかけなんですけれども、いつかこれがチャンスがあったらアニメーション化の企画というものを立ててみたいっていうふうにすごく思っていて、自分の中で何年か実際には温めていました。で、この作品を元にしたゲームが出るっていう話を聞いてですね、で、たまたま、これバンダイさんからゲームが出たんですけども、そのバンダイさんの、いわゆるゲームの企画を担当された方から、最初はサラリーマン金太郎っていう作品の、ゲームですけど声が入るので、キャスティングをやってみませんかと言われたんですね。これはすごくチャンスだというふうに思いましたね。何かこれをきっかけに次に行動を移せるいいきっかけができたんじゃないかというふうに思ったので、そこにこういやそれを手伝わせていただいたのがきっかけで、そして、元宮先生のマネージャーさん、それから、当時集英社の担当の方、を、紹介していただいて、で、実は今自分でこの作品アニメーション化したいんだと思ってるんだという話をさせていただいたのがきっかけで、そこからプロジェクトが動き出したと。そういう感じですね。ですか。ですね、アニメーションに関しては、残念ながら私どもは基本的にアニメーション制作会社じゃないものですから、仕事が舞い込んだりとか、それから、なんですかね、あんまり私たちの方にこういうアニメーションをやってくださいっていうのがあるわけではなくて、自分の方から実はこういう作品をアニメ化したいんだけれども、というふうに自分たちから切り出す方が多いですね。そして、いろいろなスポンサーさんにお話をさせていただいて、出資をしていただいて、そして作品が成立する。そういう、僕らは流れになってますね。
そうですね。魅力ある原作をアニメーション化させていただくっていうのは、またこれはこれですごく嬉しいことなんですけれども、やはりゼロから作り上げたものをアニメーション化するっていう方にもすごい喜びを感じますね。ただ、その際にやっぱり非常にこうネックになる部分っていうのは、やっぱりスポンサーの方に出資をしていただくという部分の中で、なかなかこのオリジナルというものに関して理解を示していただけない部分っていうのがやっぱりある。やっぱり原作をある程度分かっていただいてると、あの雑誌に載ってるこの先生のこの作品ねっていうふうなことで理解はしていただきやすいという部分の中で、そのバランスをどう持っていくかっていうのはやっぱり非常に難しいかなというふうに思います。本当その時々によって違うので、これをちょっと答えにくいかななんて思うんですけど、ただ主人公がやっぱりすごく目標を持って頑張ってるっていう、そういう作品はすごくやっぱり共感をしますし、その部分っていうのはすごく自分にとってフィットすれば、それは自分にとってのこれだっていう作品になるじゃないですかね。そうですね。僕自身で言えば、僕は最初にある程度監督とコミュニケーションをとって、自分はこんな風に作品をしていきたいんだであるとか、この作品はこんなテーマを持っているんだってことをやっぱりちょっとお話をさせていただいて、そしてあとは監督にお任せするっていう、そういうスタイルです。ただお任せすると言っても、最初にお話をしてですね、最後まで何もしないかっていうと、そんなことではなく、なんか一つ一ついちいちこう重箱のね、隅をつつくように、あでもないこうでもないっていうことではなく、それはやっぱりやり取りの中でお互いに尊重し合いながら、その部分をやっていくっていう感じですね。やっぱりこう放送が何回であるとか、じゃあこの話数の中あの回数の中だと、例えば原作のここまでしか使えないであるとか、やっぱりそういうのはやっぱりディスカッションしながら、じゃあここまでにしましょうっていうことを話しますし、じゃあ1話1話の中でどういう展開に持っていきましょうかっていうのも、それやっぱり監督、それからシリーズ構成をしていただく方、脚本家の方ともお話をしながらやっぱり作ってはいきますので、そうですね。割とそんなに密接ではないかもしれませんが、ちゃんとコラボレーションとお話をさせていただきながら作っていくっていう、そういう感じですね。そうですね。脚本家の富田さんは、それこそやっぱり僕がこの仕事をする前からもうやってらっしゃるベテランのシナリオライターさんであり、僕も本当に前からいろんな番組を通じてお付き合いをさせていただいてた方でしたので、もう本当にこの作品ですと、で実際20回しかないんですと、多分20回だと多分原作だとここら辺までしか使えないんじゃないかと思いますと、でどうしましょうって相談した時に、トータル的な構成も含めて、そしてシナリオも書いていただいて、もう非常にもうそこら辺は信頼してお任せしていた部分ですので、セリフ回しとかね、いくつかやっぱりいろんなお話をしながら読み合わせの時に直したりとかはしましたけれども、それでもやっぱり富田さんが書いていただいたシナリオに関しては、もう絶大の信頼を置いて、お願いしてましたので、もう全然全く、そうですね、なんかエピソードっていうほどのものな、何もないのが申し訳ないくらいなんですけれども、本当にいいシナリオを書いていただいたというふうに思います。から、勝俣監督に関しても、やはり、もう以前から勝俣監督を存じてましたし、からこういうその男っぽい作品をやるとしたら、ぜひやっぱり勝俣監督だろうというふうにすごく思ってましたし、制作のラインプロデューサーの方からも、やっぱり絶対これは勝俣監督にお願いした方がいいっていうお話もいただいてましたので、じゃあこれはぜひっていうふうに思いました。そういう意味ではもう本当に監督にいつもそうですし、それからシナリオライターもそうですし、それからキャラクターデザインをやってた須田さんもそうですし、から美術監督含め、本当にもうメインスタッフの方はもう誰不安があることがなく、もう全て委ねられる方でしたので、そういう意味では作品を作らせていただく立場としては非常にこう幸せでしたね。ここがダメとか、いやここは違うんじゃないかみたいなことを言うこともなかったですし、そんな不安が全くなかったので、やっていて本当に期間は短かったですけど、約半年間は楽しかったですね。
これは多分アニメーションに限らず映画もそうなんだとは思うんですけれども、やはりどうしても日本って日本国内で勝負するという部分が大きいですよね。アメリカ、それはハリウッドが多分中心だと思うんですけれども、アメリカ国内ではなくて全世界をターゲットにしている、マーケットにしている、その部分でやっぱり予算のかけ方も違いますし、それから物事の考え方もそのドメスティックではなくてもっとグローバルな考えを持って作品を作ってるんじゃないかなと思いますので、その方がやっぱり違うと思いますよね。そうですね、大体でもアニメーションの場合って基本的にはもう8割9割が人件費ですよね。もう本当にアニメーションっていう、やっぱり絵を描いていただく方、まあ、頭にはそうですね、シナリオライター、シナリオを描いていただく方、そしてアニメーションの絵を描いていただく方、そして背景を描いていただく方、そして、まあ昔で言えば撮影ですけど、まあコンピューターで今やってますけども、まあ色を塗っていただく方、それからまあ役者さん含めて、とにかくほとんどが人件費って言われるぐらい人件費ですので、もう予算構成といっても、ほぼ、もう人件費でなくなってしまいますっていう、そんな感じですね。どう答えたらいいのかな、そんな感じですかね。本当にもう書いていただく、本当にその人たちに支えられて作られてるんで、もうそれしかないですよね。金太郎に関しては、特に脚色をするっていうことを、前提とはしていないですね。基本的にはもう原作に沿ってやっていく。まあそのためにこう、多少人物的にその1話の話の中に収めるために、役割の違う、設定にしなきゃいけないって部分は多少あるいはしましたけども、基本的には一切何もいじってないっていうふうに思っていただいていいと思います。原作に沿ってやってったというふうに思っていただいて間違いないですね。はい。そうですね。まず、作品の企画、まあ、許諾を得なきゃいけないものですから、本宮先生、そして、版元の周囲さんの方に出向いて、原作のアニメーション化の、許諾を得まして、で、その後、スポンサー各社を回りまして、こういう作品をやりたいんだということでお話をさせていただいて、出資をしていただいて、そして資金が集まったものですから、制作現場の笠本監督はじめメインスタッフの方に、こういう作品ですということでお話をさせていただいて、脚本書いていただき、そして全体を作っていくというそういう作業でしたね。本当に僕がやったのはその作品の中で言えばやっぱり調整役みたいな部分だったと思います。はい。でもそれでもこういろんなね、メインのスタッフの方とお話をさせていただきながら、作らせていただけたのはすごく幸せだと思います。はい。そうですね、アイデアっていうほど、そんなことはなかったんですけれども、まあ、周平さんが雑誌の方で、ヤングジャンプの方で、宣伝をしていただいたりとか、それから、まあ、TBS さんの方の、その広報さんを通じて各、テレビ雑誌の方で、紹介していただいたりとか、それから、まあ、アニメ雑誌も紹介していただいたりとか、そういう部分では普通の宣伝に関しては本当にいろいろとやっていただけたと思います。まあただどうしてもその、BSI というところでの放送というところもあって、なかなかやっぱり地上波の TBS さんの枠の中で、番組告知ができなかったっていうのはちょっと残念だったかなっていうふうには思ってます。そうですね。全然失敗したとは思っていないです。逆にその現場スタッフの皆さんへということで言えば、もう少しやっぱり予算が取れると、もっと、皆さんにとって良かったのかなと思う部分は確かにありますけれども、なかなかやっぱり、何社かでコラボレーションをしていく中で、作っていくっていう、まあ一つの限界もありましたし、逆にその現状のその予算の中では、大変いい作品を監督はじめ皆さんに作っていただけたんだなっていうのは、これもやっぱりすごく自分にとっては幸せですね。で、やっぱりビデオ、DVD になって売れて、
そして海外でも見ていただくことができて、また予算が回収できればですね、次の展開っていうのも、まだね、原作も、まあ完結はしましたけれども、続きがあるので、そこまで行きたいなと思いますね。ですね、現在はまだ残念ながらなってはいないんですけれども、まあ今回その、普通かどうかわかんないですね。テレビ放送ってアニメーションの場合って、まあワンクール、ツークール、1年みたいなのあると、まあ13本とか26本とかっていうのが一つの区切りなんですけども、まあ今回はその BSI さんの、まあ放送の、その、期間的な部分もあって、20回というちょっと特殊な放送回数だったものですから、まあ、最後は別にシリケルトンボになってなく、ちゃんと話としては完結はしているんですけれども、その部分も含めてね、もっとやっぱり先まであるものですから、何本かやれたらやっぱりいいなというふうに思いますし、いい意味での本当の完結っていうのをね、どっかでつけたいなとは気持ち的にはすごく思ってます。うん、できるといいなというか、やりたいですね。うん、作品としてはその、この時期じゃなければ、放送できないっていう作品ではない、あんまりその、時節柄とか、その、季節を、こう、どうだってやってるものではないので、いつでも、またリスタートしてできる作品だと思うので、サラリーマンっていう、日本のね、本当に働いている、社会人たちがいる限りは、絶対できる作品だと思うので、ぜひやっていきたいですね。